ほら、こんにちは。Xフラグの中の人、アニメ担当の DX です。はい、今回はですね、じゃん、モンストアニメ試しの神殿。こちらですね、モンストアニメの1話から14話をですね、今回5問のクイズにしまして、私からちょっと出題させていただきます。1話から14話までどのぐらいモンストアニメのことを理解してるか、愛しているかをですね、ちょっと試したいなと思っております。ちなみに私は4問、5問中4問正解で1問ちょっと解けませんでした。全問正解者には抽選で5名様にプレゼントをですね、ご用意しております。はい、ではまずクイズに行く前にプレゼントのご紹介からしていきます。まずはですね、私も使っているこちら、じゃん、オラゴンカレンダー。もうね、ちょっとね、2月に入っちゃったんですけど、まだまだね、12月まであるので、これ中身ね、すごいオラゴンがいろんな格好してるので楽しいと思いますよ。はい、そしてこちら、オラゴンの形のメモ帳です。これもね、ぜひね、スッとポケットに入るので使っていただきたいです。そしてこちら、オラゴンのシール。はい、このね、3つを全問正解者の中から抽選で5名様にプレゼントするので、ぜひ今からするクイズに答えてください。応募の方はですね、概要欄の方に Google フォームがございますので、そちらに記入欄にね、全部記入して応募してみてください。こちらは2月9日まで受け付けております。はい、それでは第1問参ります。じゃん、第1問、レンや葵のクラスの担任の先生の名前は何でしょう。これはね、第1話をね、見てみればわかるので、第1話を開いてね、担任の先生の名前をチェックしてみてください。はい、そして第2問、葵の初めての水泳シーンでの葵の水泳のタイムは何分何秒でしょうか。こちらヒントは第3話をよく見るとわかります。葵ちゃんのね、水泳シーンがあるので、そちらのね、細かい部分まで見ていただくと、何分何秒かどこかにね、書いてあるので見てみてください。そして第3問は、レンのクラスで歴史の先生が授業中に戦国時代の誕生日会のことが気にならないかと聞いた生徒の名前は何でしょう。歴史の先生が戦国時代の誕生日会のことが気にならないかと聞いた生徒の名前は何でしょうか。これね、結構レン君とか葵ちゃんとか、あとアキラがね、こうやりとりしてるので、よーくね、耳をね、澄まして聞いてみないと誰に聞いてるかわからないので、よく見て聞いてみてください。はい、そして第4問、第5話、ショッピングモールの決闘で襲撃してきた敵のモンスターを全て答えなさい。こちらね、敵のモンスターなんで何体かもう分かりますよね。4体です。4体いるので、それを全て答えてください。これはですね、第5話をね、もちろん見れば分かるんですけれども、第4話にも登場しているのでチェックしてみてください。はい、そして最後、第5問、レンが葵の水泳を見ている時に必ず飲んでいる飲み物は何でしょう。最初ね、あんまり見えないんですけれども、7話と11話を見るとですね、葵ちゃんの水泳シーンでレンクが持ってるね、ドリンクがわかるので、それをチェックしてみてください。はい、皆さん大丈夫ですか。ちゃんと全問正解して、こう概要欄のね、応募フォームの方にぜひ応募してみてください。こちらはね、2月9日まで受け付けておりますので、よろしくお願いします。はい、ということで、モンストアニメ試しの神殿、答えの方はまたこちらのチャンネルで公開してまいりますので、皆さん挑戦してみてください。それでは。
バイバイ。ご視聴ありがとうございます。まだモンストアニメ公式チャンネルを登録されていない方は登録をよろしくお願いいたします。またスマートフォンからご覧の方はこの動画の下にあるチャンネル登録ボタンより登録をお願いいたします。パソコンよりご覧の方はこの画面にある登録ボタンから登録をお願いいたします。そしてモンスト公式チャンネルもよろしくお願いします。ではではよろしくお願いします。